ダイアガバは、新潟県新潟市の阿賀野川に架かる、新潟県道46号、新潟中央環状線の橋町887.9メートルの道路橋梁。東爪川は、北区大、迎え、西爪川は、江南区小杉に位置する。 橋町887.9メートル、福院11.5メートルを有する構成の桁橋。開通以来、上流側の橋梁を使用した、暫定2車線で強要しており、完成4車線を予定している。このため現在は、歩道部も、上流側のみを強要している。東京梁の下流側には、新潟県道3号新潟柴田村上線の太平橋。 白新線の阿賀野川橋梁と日本海、東北自動車道の阿賀野架橋が上流側には、新潟県道586号水原亀田線の横雲橋がそれぞれ架橋されている。橋周辺の地域ではもともと都線により両岸が結ばれていたが、自動車交通が盛んになると橋建設に向けた運動が高まった。 主要地方道新潟中央環状線は、北区の新型東港から、ほぼ同心円状に、地域郊外を結びながら、西関区の角田浜に至る路線である。現在は、旧道区間を指定して強用しているが、将来的には、全線を2車線もしくは4車線による、バイパス道路として整備する予定で、東京両はこのバイパス化の一環として、 豊坂潮浦木から東京寮までの区間が開通したのと同時に1997年7月に共用を開始したものである。西詰川は当初、阿賀野川の左岸堤防上を経由する新潟県道17号、新潟村松山線線と直接接続していたが、 車線数が少ないため交通上障害が生じやすく、また将来の環状線の延伸などを見込んで、2004年に西詰部分を520メートル延伸して、広域農道と接続するとともに、県道17号との接続部を堤防下へ移設して、立体交差する方式に変更され、相互間を接続する交差点を西詰地区定の終端部付近に増設した。 ありがとうございます。